これ何に使うんだろうな気になるな。でも持ったところでステージを移動すると消えちゃうからな。泉の女、こんなことってあるの？いつも美味しい水を恵んでくれたあの人魚船がたった一日で枯れてしまうなんて。枯れちゃってるんだ。あれ、これ笹部橋？え、ひょっとして捕まえ忘れてる？ワンちゃん。ん？違うな、子じゃないのか。これあれか、鍵のところか、ひょっとして。うわー、そうっぽいな。魂を込めて竹細工を作っていれば、またいつかこんな風に人助けができるかもしれないね。そうだ、竹細工に使う竹を選び、奥の竹やぶへ行かなくちゃ。でも竹やぶへ行くにはあの扉を越えなくちゃいけないんだけど、この大獅子おどしが鳴らないとあの扉は開かないんだよね。いつ鳴るかわからない気ままな獅子おどしだから、気長に待つとしようかな。そういうこと？そんな簡単に開くんだ。いるぞ、ワンちゃん。これいたら最後なんじゃないか？タイじゃん。うじゅんうじゅん、どんな鳴き方？なんだこのでかい坊主は。おい、おい坊主、一体何を吠えているんだよ。坊主じゃないけど、オラにはちゃんとタイジャンって名前があるど。それに吠えてるじゃないど、これは泣いてるんだど。ウジューン、泣き虫タイジャン。そうか、泣いてるのか。で、一体どうしてそんな気味の悪い泣き方をしているんだ。オラの竹之助がどっかに行っちまったんだど。散歩に連れてきたらどっかに消えちゃったんだど。うじゅんうじゅん。竹之助、それはお前の友達かい。オラのペットなんだど。ワンコの竹之助が行方不明なんだど。うじゅんうじゅん。出た、陰謀が出た。ってことは、うお、やばい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 本物の虎だった。マコ、あそこの竹が見えるんかい。おいらの間違いじゃなければ、あそこに並んだ竹、妙にピカピカ点滅してねえか、してるな。スパッと切ったりなんかしたら、中から変なもんが出てきたりするんじゃないだろうな。光ってるタイミングで。大当たり。犬コロ、あ、出た。これで犬全員集まったんじゃないかな。宇宙、竹之助だぞ。竹之助が帰ってきたぞ。竹之助、どうしたんだ。宇宙、もしかして、あ、竹之助ってこの犬のことだったのか。この白い狼がお前を神隠しに合わせたのか。おい、何の話だ。待て待て、この犬この何か言ってるぜ。何何。腹減ったじゃなかった白い狼、それ里見の印籠。お前何者だ。
その印籠を持つなら俺と戦ってその力示す。ああ、またバトルのやつか。いいぜ、戦おう。ポッツ。待て待て、待つんだど。竹の隙をいじめるのは許さないんだど。それ以上やる気ならオラが相手になるど。ちょっと待てよ、別にいじめてたわけじゃ。そうだよ、売られた喧嘩を買ってただけだから。その印籠の意味、伏せ姫様の要件分かってる。風神宮の大妖怪赤兜大事、俺たちの使命。でも俺帰れない。この笹べきを妖怪たちが狙ってる。俺ここ離れたら妖怪たち一度に攻めてくる。また力をもらうパターンか。そしたらスズメ族たちもみんな、俺一体どうすればいい？力もらいました。これで全部揃った説あるな。宝玉がお前のところ行った。宝玉お前選んで俺も心配ない。ここで妖怪戦いスズメ族守り続ける。俺たち発見し離れていても心は一つだって。ちょっと待てよ。そういえば天子、今ので探していた発見士たちの里目八宝玉3つ揃ったぜ。本当は犬ころどもを連れて帰るって約束だったんだけどな。まあとにかくこの八宝玉は伏せ姫の姉ちゃんに届けてやろうぜ。でも風神宮の赤兜、あの姉ちゃんたちの手に負えるのか。ひとまずこれでワンちゃんは退治できたと。あ、違う、ワンちゃんは集めきったと。トラ倒せないの。あ、トラ、これお肉あげよう。トラも餌付けできたのか、かわいいな。ハート出とる。とりあえずお酒がいるミッション、あのクシナダちゃんのお酒ミッションが残ってはいるが、この8匹犬を見つけたので、いなんだ、いいお湯だったな。オカメさん、なんだか奥の方でオーバーエルしてる声が聞こえたけど、ゆっくり温泉使って汗を流していったらどう。いい温泉なんか。それより竹爺さんもさっさと竹探しに行ったらどうだい。そういえば早くしないとお祭りが近いんだっけ。十五夜の満月がお空に昇る頃のあのお祭りがさ。十五夜の満月、毎年十五夜の満月が昇る夜に神木村で神木祭りっていうお祭りをするんだよね。100年前、この中津国の英雄イザナギ様と知らぬい様が神様の力を借りて怖い怪物をやっつけたって島があるでしょう。だから村のご神木におみきを捧げて神様に感謝するの。今年はその怪物退治からちょうど100年目の年なんだっけ。わしもお祭りで売る竹細工を仕上げなくちゃ。祭りか、これは楽しみだぜ。その日になったらまた神木村に戻らねえとな。それから狼さん、さっき温泉掘り遊びまで手伝ってもらって、やっぱり狼さんには何かお礼をしなきゃって考えていた。お、何くれるんだ。それでつまんないものだけど、これなんかどうかな。はい、どうぞ。人魚の古銭をもらった。わざわざありがとよ。いや、これは随分小汚い銀貨だ、銭貨だ。この中津国には人魚銭っていう小さな泉がいくつかあるんだけどね、そこにその古銭を投げ込むと泉と泉の間を通り抜けられるんだって。それが本当の話なら、この広い中津国を一瞬で旅できるね。そんな便利な銭貨じゃねえか。この古銭がそんな値打ちがなーのかよ。別に多分その辺のお店でも売ってるよ。ただちょっと可愛かったから持ってただけなの。今もしあんまり蓄えないから、それで勘弁してね。もうじき神木祭り、十五夜の満月が昇る頃だね。今年はあの怪物退治からちょうど100年の年なんだっけ。
でもわし月といえばかぐやのことを思い出すんだよね。あの子は月を見上げるのが好きだったな。ふにはまた昔思い出しちゃって、あ、かぐや姫と話つながってるんだ。なんか昔の話とめっちゃつながってるよね。竹取物語だったり、あの弁慶牛若とか。それより早く竹細工を仕上げないとおまんも食い上げなのよね。まあ、一通りそれで終わりかな。話しかけたりはできない。とりあえず草薙だっけ、草薙村に行くか。はい、ひとまず草薙村に帰ってきました。草薙村に帰ってきたので、伏せねえだっけ、伏せねえのところに行きたいと思います。犬が8匹集まったので、ちょっとストーリー進むかなっていう。道が違う気がするな。じゃあこっちからも行けた気がする。合ってるわ。長い道のりだった。おー、デコボコ隊のお二人待ってましたよ。デコボコ隊はやめろ。そんなことより残る3人の発見者たちですが、彼らの発する気に変化が生じたのを感じたのです。そなたたち彼らについて何か知ってはいませんか。それがよ、その残り3匹の発見者だけど、全員見つけたぜ。何ですって。でもよ、あいつらみんなそれぞれ事情があってここには戻れなくてさ、その代わりオイラたちが里見発見玉を全部預かってきたんだ。そうですか。いや、気配でうすうす気づいておりました。情深い発見者たちです。長い旅の中で運命的な出会いもあったでしょう。そうするうちに離れられないほど固い絆が生まれるのも無理のないこと。しかし我ら里見一族が離れた地にいようと、その魂は一つ、平和の礎となることが里見発見士の務めならば、彼らが新たな主のもとでその役目を果たすようここで祈りましょう。かっこいい。プション。これで全部揃ったわけだ。観覧車がカラフルになったね。ともかくこれで里見八方玉が全て揃いました。さあ、赤兜の結界を解きに、これより風神宮へ。おい、八方玉がおいらたちの周りを回り始めたぜ。え、そういう感じ？もらえるのこれ、この観覧車。これは一体、まさか宝玉はそなたたちを主と認めたというのですか。どういうことだよ。里見の宝玉は所有することをかなわず、ただ宝玉が主を選ぶのみ。神代の昔より伝えられし里見家歴代の重宝八宝玉よ。この方々が里見一族の命運を担うというのですか。え、なんかすごい神々しい感じになったな。他のワンコはついてこないのか。まあ、何はともあれこれでこっちの結界が取れるようになるってことだ。あれ、こんな横スクだったっけ。はい、来ました。スサノオがいる。奥におばあちゃんもいる。スサノオ流爆睡ザー全鎮。なんだなんだ、誰かと思ったらスサノオのおっさんかよ。うむむむ、我が剣を汚す不定な付き物め、貴様が何者なのか大体察しはついておる。今こそその付き物の正体を暴いてくれよ。妖怪の巣窟たる風神宮でな。忌々しい結界が風神宮への侵入を拒んでいるが、ここで念じておれば道などいずれ開くわ。スピー、なんだい寝言かよ。来たね風神宮。
なんだ、体も透き通った兄さんが浮いてるぜ。うむ、私の姿が見えるとは、そなたはどちら様かな。私は八つ房、この一手をねぐらにするしがない自爆霊だが、こんなところを訪れる者に会うのは久しぶりだ。自爆霊八つ房、さっきまで見えなかったもんな。前回ここに来た時こんなのいなかったよな。と言っても私の目は光を失い、もはや物を見ることはできんがな。その代わり心の目は人の本当の姿を教えてくれる。そなたはなんとも美しい女性のようだが、まさかこの風神宮に用事でも。しかしやめておきなさい。ここは今や神を祀る神殿ではなく、恐ろしい物抜きに支配されたたたりの吹き溜まりのような場所だ。そなたのような美しい女性の来るようなところだね。美しい女性？美しい女性ってお前のことかよ、ケムクジャラ。え、狼って女性だったの？そう、こりゃ傑作だぜ。うん、もう一人女性の方に奇怪な鼻くそのような妖怪が。鼻くそのような妖怪。クワバラクワバラ、もはやこの村もおしまいか。鼻くそだ、誰のことを言ってんだい。風神宮はこんなありさまだから最近は参拝する者などいないのだが、あえて一人神殿の入り口へ瞑想しているのだが、すぐに悪夢に取りつかれ、何やらうなされ始めるのだ。あまりに不憫なので何とか助けてやれぬかと思ったが、夢を覗き見せようとすると何やら強大な妖力で阻まれてしまう。あの男一体何者なのだ。そういやスサノオノオさん、悪霊に疲れたとか言ってたよな。クシナダお姉ちゃんを助けた時も逃げちまうし、最近変だったぜ。うむ、この強烈な通力は何だ。そなたの身に集うその力、もしや里見八方玉。なんとそなたのような美しい女性が方玉を選ばれし救世主だというのか。うむ、にやかに信じられぬが、しかし八色の光が何よりの証。ならば通られよ、里見家の希望をしかと託しましたぞ。あ、もうここで使うのか。開いた。ごくり。気をつけなされ、赤兜はただの妖怪ではない。はるか昔、八つ首の大蛇が退治された時、その血だまりの中から生まれたのだという100年の時を生きたもののけだ。決して油断めされるなよ。待て、風神宮の扉が開くとは、ついに我の瞑想が通じたか。見ておれ、月物め、貴様の正体暴いてくれるわ。先に行っちゃったみたい。おっさん、あの男、命が惜しくはないのか。ともかく気をつけなされ、赤兜はターの妖怪ではない。はるか昔、八つ首の大蛇が退治された時、その血だまりの中から生まれたという100年の時を生きた獣の毛だ。決して油断めされるなよ。分かってら、これからって時に不安にさせるなよ。よし、頼もう。2つの道があるの。でも今なんか鳥居の方から行きなさいみたいな雰囲気出てたよな。こっちから行こうか。風車。こんなところに随分と立派な風車があるぜ。この風車動かしてやりたいのは山々なんだけど、風がこうもすっからかんじゃどうしようもねえや。出た、懐かしい。またどっかでこいつの鍵を手に入れるってことだな。まあひとまず壺は全部壊したい。
この中にはこの鍵を開けて入るしかないと。で、他行ける道ある？ないってことは、ないってことはもう一個の道の方で鍵を手に入れるしかないのか。なんだ、あそこに宝箱が見える。おお、急にまがまがしいラジオも、まあ、通るしかない。なんだ、初めて見るな。カメ？サル？トラ？カメ？探せるのかな？違う、いい線。爆弾置いて、いい線。見るのか？全然強くなかったな。なんだ？あ、これ鍵じゃん。なんとシンプル。これで鍵開ければいいだけか。これ持っていくとまた嫌がってんだろうな。やめてやめてやめてみたいな。やめてやめてやめて、やめろやめろっていう顔するよあいつ。ほらやめろー、やめてくれー、お礼を。ズクシュ。これ目に刺すの結構グロいよな。一応ちょっとセーブしとこうぜ。こまめなセーブ大事だから。この部屋すごい吹き抜けになってら、天井が全然見えねえよ。ちょっと待てよ、この地面見たことがある。門どころが書いてねえか。123、おお、爆弾置くと上に上がれるみたいな感じか。第二の鍵。お、なんだ？水ないか。水ないな。水で消したい気持ちはあるが。ああ、もう一丁。オッケー。すごい、なんか迷うことなくサクサクだな。ものすごくサクサク進んでる気がする。この調子でガンガン行こうぜ。よし、なんか鳥飛んでる。倒せるのかな。結構迷うところがない一本道だからありがたい
僕は迷子になりやすい僕としてはめちゃくちゃありがたい。なんだ？でかい風車だ。でけえ風車だな。同じこと言ってる。ふもとの 村から見えたけど、さすがに風神宮っていうだけはあるぜ。それにしてもなんだよありゃ。大風車の前にぐるぐると風みたいなもんが漂ってるけど、真っ黒でドロドロしていて気持ち悪いな。なんだか風の流れが容器で無理やり逆向きにされてるようにも見えるけど、もしかしてあのぐるぐるの容器のせいで大風車が止まってるのか。それで吹くはずの神風が吹かなくなってるんじゃ。だとしたらこいつも例の赤兜って妖怪の仕業だぜ。そんならなんとかしてあのぐるぐる容器を払わねえとな。え、どういうこと？逆向きにしてみるってこと？できるの？え、そんなの持ってた？俺らに言った通りだ。やっぱりあれは神風だったんだ。これはもう逆向きってこと？よし、あと一つだ。容器なんか普通に吹き飛ばしちまえよ。逆向きね。全部終了っと。どうだい、神風が戻ったんだから大風車の方もきっと。お、動き出すか。来た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 。え、赤兜倒してないけどな。なんか赤兜倒してこの風車が動くようになるとか、そういう感じかと思ったんだけど。力強く回り始めたじゃねえか。見るよ、神風もあんなに勢いよく吹いてるぜ。麓の草薙村もこれで厄払いできるといいな。お、これは今ので風が使えるようになる筆技ってことかな。あ、馬だ。かっこいい。やっぱり馬ってかっこいいよな。馬より速い。あ、ショック受けてる。神風、おお、我らが地場アマテラスオオカミ。おもと影となりたまいて、この風神闇路に惑いたるも、雲晴れて闇のうつつに光さしたる今、我雨かける風となり、なりて世をかき暮らすあやかしどもを吹き払わん。風、わかりやすいね。でもそのなんか筆技使った後に手に入れるっていう新たなパターンだね。神風が蘇って風の神様がお出ましかよ。神風、風神様が宿ったとなりゃ疾風の筆技が自由自在のはずだ。風神様の紋所を書けばたちまちそれが風になって吹き抜ける。その力を早速試してみろ。例えばあそこにある風車がいい的だ。ぐるぐる容器をお払いした要領で風の印を書いて、あの風車に風を吹かせてみろよ。こういう感じ？うん、これは心地のいい風だぜ。ついでに小さな風車が回って扉を開けるおまけ付きだい。こんな風でも案外バカにはできないもんだからな。いろんなものにどんどん試していこうぜ。もっとここで和んでる場合じゃねえや。大風車が回り出して神風が村に戻っても、赤兜の野郎がまだこの神風神宮のどっかに潜んでやがるんだったい。インチキおげん野郎が言ってた水晶のヘビイチゴも気になるし、あ、なんかそんなのもあったな。すげえ懐かしく感じるわ、水晶のヘビイチゴ。この風神宮をしらみつぶしに探してみようじゃねえか。探していくか。
あれどうやって取るの？これあれか、ひょっとして飛んでる間に風を巻き起こすのか。そんなことできるのか。今風に乗ったのか乗れてたのか。太陽のかけらを手に入れた。3つ揃えると体力が1つ増える。なんか使える技が増えてきすぎて覚えてられるかな。水も増えたし風も増えた。そういやこの火だるま宝箱、今なら水なんかぶっかけなくても火を消せるんじゃねえか。あ、風でってこと？へえ。風神宮の地図を手に入れた。なんか2階の奥にもあったよな、炎の宝箱。すげえ光ってるぞ。はぐれ玉を手に入れた。なんだ、何が。純粋に日差しか？なんかすごい光ってたよな。日差しか。あ、セーブできるところでしとこうか。